村上奈美六から1944年12月1日は、日本の小説家、本名慎、泉国生まれ。デビュー作、三日月が好評を得て、以後、井筒女の助、奴の、おまん、妙法院か八などの強格物を多く書いて、人気を博し、いわゆる、バチビン小説の名を生んだ。他に、当世五人男などがある、泉国境生まれ。本名は新。 別号は、地野の,の裏並六。最初、厚紙に目をかけられ実業家、政治家を目指すが、失敗。1891年、郵便放置新聞の森田試験の勧めで、小説、三日月を書き、以後小説家として一世を風靡する。また、地塚華霊水、村井健斎、原法一案との4人で、放置の4天皇と呼ばれた。が活躍する小説を得意とし、 バチビン小説、バチビンマイナスと呼ばれた。大正期には、生前から、ナミロク全集が出るなど、大衆に人気があった。当世五人男が、代表作。長男は、女性誌、副職誌、医学研究家の村上信彦。孫に、浅沼井ね郎を視察した、山口音也がいる。村上ナミロク堺市立図書館。 h t t p s w w w l y b s a k a i j p k y o u t o おでち、堺大観、堺大観村上。htm2017 年4月26日閲覧。長山康夫。日本 SF 精神史完全版。P102. ありがとうございます。